韓国オサム一部は12日、北朝鮮当局が南北米朝首脳会談開催と関連し、反応を示していないことと関連し、北朝鮮なりに、立場を整理する時間を必要とするなど、慎重なアプローチをしていると思うと伝えた。オサム一部のペクテヒョン報道官はこの日、定例会見で、米朝首脳会談と関連し、 北朝鮮当局の反応がまだないと述べた。また、南北首脳会談に関しても今現在、南北間の日程など実務的な協議が必要だ。そのような部分において、立場を整理しているのではないかと思うと付け加えた。また、南北首脳会談関連の南北間の皇族議論について、特殊団が包丁から戻った後、 南北間で具体的な実務協議がまだない都市、政府内で、首脳会談の準備委員会を構成するための作業が進んでいると聞いていると話した。また南北首脳間ホットラインの設置、韓国側のテコンドー広支部団と芸術団の平壌訪問と関連し、今、政府次元でも実務的な準備を進めている都市、今後、 南北間でも関連した実務協議が行われるだろうと述べた。